唇がカサカサだと4歳から6歳も老けて見えてしまうことを知ってますか？ご視聴ありがとうございます。リラクヤの花澤です。今日はうるうるの唇を作るマッサージやパックの仕方をご紹介します。ここにまとめました。潤いリップを作るには唇が乾燥しやすいのは肌に比べて皮膚が薄いからなんですね。外からのダメージを受けやすいので乾燥しやすいです。でさらに水分を保持する皮脂膜がないので蒸発しやすくなっています。基本は保湿になります。水分を逃さないケアが必要になります。しっかりとリップなどで保湿をします。次に1週間で代謝、肌のターンオーバーは約1ヶ月かかるんですけれども、唇は1週間でターンオーバーをします。なので毎日のケアを始めればすぐに潤いを実感できます。そして食事も大事になります。肉、魚、野菜と書いてますけれども、唇っていうのは食事の影響を受けやすいんですね。不規則な食事や栄養不足など食生活の見直しもしてください。タンパク質やビタミンが不足するとカサカサした唇になりやすいです。特に β カロテン、ビタミン B2、ビタミン B6 などが不足していると粘膜に影響が出ます。緑黄色野菜、玄米、レバー、豚肉、納豆、魚介類など積極的に食べるといいです。それから十分な睡眠ですね。やはり夜寝ることで日中受けたダメージを修復していますので、睡眠もしっかりとるようにしてください。ここで出てくるマッサージとパックです。今回使うのはこちら、シアリップケアです。このリップとこのマッサージ方法などが書いた紙が一緒になっています。今回これを見ながらご説明します。リップマッサージは唇の周りの血行を良くして血色の良い唇になります。代謝も良くなりますので、カサカサの唇の予防改善になります。お手持ちのリップで結構です。まず唇にリップをたっぷりと塗ります。今私はまだ何もつけてないです。つけ方なんですけど、こう横につけがちなんですけど、唇がすでに荒れてる方はこう余計に荒らしてしまうことがあるので、唇っていうのはシワが縦方向に入ってるんですね。なので縦に自分がいいかもしれないと思うのを長く出して、こう分かりますかね、こういう軽くなんか上下で挟むって言いますかね、こういうふうにすると。唇の縦の繊維に入っていいと思うんでやってみてください。これでたっぷりつきました。マッサージは中指か薬指を使うようにしてください。マッサージの時間は3分から5分で、週に 2、3 回行うと唇の状態が改善します。輪郭に沿って中心から口角、左右に指でなぞってマッサージします。あんまり力入れないようにしてください。今のがこれですね。たっぷり塗って中心から口角をなぞる。それから今度は中心から口角に円を描くように
こういう形で唇のマッサージです。そして唇のパックですね。マッサージの後に唇のパックをするとさらに血行が良くなって潤いのある唇になります。またたっぷりとリップを塗ります。クリームを塗ってください。でリップを塗りましたらラップをつけます。ラップを唇を覆うようにしてかぶせます。でこの状態で10分から15分置きます。入浴中だったらこのままでいいんですけど、入浴中じゃないので蒸しタオルを上にかぶせます。ラップの上から蒸しタオルをして5分から10分置きます。5分経ちました。潤ってます。触った感じはしっとりしました。口紅の下地としてもリップ使っていただけるので口紅を塗ります。潤ってるとノリがいいですね。発色もよく。どうでしょうか。こちらだとこうビターオレンジの香りでアロマの効果もありますし、シアバターは保湿力が高い理想の脂肪酸って言われるオレイン酸を豊富に含んでまして、潤い効果の高いステアリン酸ですね。なんか非常に肌なじみよく唇が結構長時間しっとりします。いつもリラクエで使っているシアセルマを出したミミさんから出されました。こういうものですね。シアリップケア1本1000円税別で、ホホバシュシ油、シア油、蜜ろう、ビターオレンジ油、トコフェロール、天然成分 100% 無添加で作られてます。説明欄に書きますけれども、リラクヤやミミにて取り扱いです。気になる方はお問い合わせください。乾燥と寒さで荒れがちな唇です。唇がね綺麗ですと、見た目も若くなるということで、口元って結構目が行くところですので、唇もぜひケアしてください。ご視聴ありがとうございました。 See you.